欧州総武行とは、文治5年9月22日、源頼朝が、文治5年欧州合戦の戦後処理のために任じた、臨時職。守護総統の職性と考えられるが不明な点も多い。欧州合戦に、河のあった、下佐国の住人、笠井清重が任じられた。北条時政によって、分筆能力を買われ、その推挙によって御家人となった京都出身の、 伊沢家系もしばしば、欧州総武行の一人とみなされる。文治元年、兵士を長戸国団の裏に滅ぼした、源頼朝は、弟源義経と対立するようになり、文治五年七月から九月にかけて、逃亡した義経をかくまったとして、平泉に本拠を置く、欧州藤原氏を攻め、これを滅ぼした。あずによれば、 欧州合戦の直後にあたる文治五年九月二十二日上に、道の区国御家人のこと、葛西三郎清重これを奉行すべし。三氏の屋からは清重に属して、被災を経すべしとあって、これが欧州奉行の資料上の所出である。また、頼朝は抜群の勲功を挙げた、葛西清重に、平泉軍内県費遺書の官僚職をも命じており、軍内において、諸人の乱業を停止し、 在家を、ただ示談すべしと命令した。その官僚権は、平泉剣秘書を中心に、欧州に、所領の与えられた、武士全体に及ぶ、剣断権のごとく、みなされたため、死後不設置の国である、道の区国にあっては、死後に、類似の職権と考えられる。東鏡同年10月26日上には、清重が別の行を受けて、欧州の上場をさし、 沈めんがために在国しているとの記載があり、この県団職人名がすなわち、欧州総武業人名とみなされる。文治5年11月8日上には、加西清重に欧州の庶務のことが命じられている。ここでは、欧州の国中は、不熟の憂霊があった上に、多数の軍勢が投入していたので、民庫が安土しが大ことから休民を救うよう沙汰を行うべきこと。 さらに、日立国在住の小佐竹太郎の子息らが、藤原康平の残党と、内しているとの噂があるので、絡め進めること、すなわち、無本人の追分である。翌文治6年3月には、理領的な御家人である伊沢家系が、道の区国留守職が任命され、宮城軍多賀国府へ赴任して、欧州に重視、官能や、民、書の宗祖の取り次ぎ、 国務に従わない者の,の取り締まりなどを行うこととなった。これは従来、平泉の藤原氏が取り行っていた道の区国府の在庁支配権を、頼朝政権が継承したことの現れであったが、前年12月に、では国北部で起こり、鎮定に3ヶ月を要した大河県民の乱では、道の区国留守所の長官が共に大河県民により起したため、 この機会に留守職交代を行ったものでもあった。内系のこの留守職任命も欧州総武行任命とみなされることがある。資料によれば、頼朝には欧州宇宙地下官僚県とでも言うべき権益が与えられており、それによって幕府は地方国主や国主とは別個に国が機構を動かし、両国の行政権を担う根拠を獲得していたのであり、家系は 鎌倉殿の意のままに、道の区国画を統制して、国務全般を取り仕切る権限が与えられた。内慶はまた、研究年間より、宮城軍元節に岩切城を築き、以後、留守氏を称することとなる。伊沢氏の留守職権は13世紀中頃まで認められるものの、道の区の幕府事業国政の開始に伴い、消滅したとしている。これに対して、幕府用人が、 武津守を務めたと言っても、工場十字の任命以降は直接国務を行わない、名国史に過ぎず、実際の国務においては、伊さわしのうる職なくしては機能しなかったはずで、幕府滅亡まで、留守職権は存続したと考えて問題ないとする、説もある。欧州総武行は、このように、欧州合戦の戦後処理を契機として設置されたもので、あるが、 研究2年正月15日の鎌倉幕府の植生にも記されておらず、その後も特に大きな植言を持つような欧州奉行の存在は確認されていない。伊沢家系は研究4年、将軍よりともに献上された淡路国産の旧本足のイ馬を津軽外ヶ浜の地に放ち、翌年6月京都から鎌倉へ送検された国衆数名を大海に流すなどの沙汰をしているが、これは よりの命を受けたものであった。研究6年、内啓は、平泉等の修理と、藤原秀平未亡人の保護を、河西清重と共に命じられており、あずまか研究6年9月3日上及び9月29日上には、家啓、清重の両人がその任に当たったのは、欧州僧武行たるによってなりと記している。ただし、これが、 火災市の欧州総武行としての活動について記す唯一の文献資料である。県人の乱以前の火災師の地位を明確に欧州総武行と記した資料は存在せず、可能性としては、伊佐は火災領氏が並び立つ段階になって、初めて両者の通称として欧州総武行なる概念が発生したとも考えられ、また火災師の子孫が、 先祖の名誉を誇って主張するようになったのではないかとも推測される。河西清重は、大河県人の乱の鎮圧においては一時的に、道の区国の留守所を預かっているものの、実際の鎮圧の際には、足利義金や千葉種星の下で戦っており、一回の御家人以上の役目は与えられていなかった。また、 梶原景時の失脚以降はもっぱら、鎌倉の将軍周辺で活動しており、清重の子孫は引き続き、道の区国内に所領を有していたものの、その役割は、道の区国に所領を持つ、普通の御家人以上の役割を担ったことを示す、資料は確認されていない。これに対して、大河県人の乱以降、道の区国留守職に任じられた伊沢家系は、官能県、 剣断権を行使しており、伊沢家系こそが、名実ともに、欧州総武行にふさわしい存在であったとする見方も、ある。また、家系の子孫に関しては、昭華の基金の際に、執権、北条長時、連書北条正村より、貴民の救済を命じる命令文書が、 道のクルス連に対して出されているが、これと同じ文書が諸国の守護に対して出されていることが確認できるほか、法事合戦後に欧州に逃亡した佐原修練が撃たれた報告も留守助が行っており、家系の子孫が留守職として家系の官能権、剣断権を継承していたことが確認できる。いずれにせよ、火災市は平泉の伊沢氏は多賀城にあった、 既存権力の関わりから現地支配を進めていったものと考えられる。平泉と多賀城の領所は特に鎌倉時代初期の欧州にあって極めて重要な役割を果たしたのである。ありがとうございます。